ましです今回はですね、スカイマークっていう飛行機に乗ってきました。イエーイで、みんなと一緒に、あの、こう、この飛行機を一緒に、こうね、乗ってみて。で、今回はですね、あの、福岡から、えー、っと、北海道の千歳に飛んできました。うわ、ストアレスさん、かわいい。キャビア店だね、かわいい。 すごい並んでたので一番最初に飛行機に入って。<laughs> うわ、笑顔が素敵、かわいい。この飛行機はねあの、割と格安の飛行機だったんですけど、すごい個人的に椅子が座り心地がいいというか、で、あと、なんかの窓席で、なんかこのハートが見えてきたのすごいポイントでしたっていうか、今からこうね、飛行機があの頑張って、 北海道に向かってますが、いや <laughs> あとちょっと飛んでる瞬間を。で、こうやってあの、福岡の風景ですね。あの、こう、北海道から来た時は、こう、雪が降って。で、福岡はね、もう春だそこは一番、あの、この旅して、感動したかもしれない。で、こうやってこ、ね、こあの飛行機が飛んでいく場所に向けて、 動いていいますついついつ,いつ飛んでいくのでしょうあっフォーカルの飛行機が飛んできましたねすごいあ始まってるすごいすごいうわーうわーこれは <laughs> まだでした うわ今から今から今からうわっ早くなってる早くなってるおーうわー飛んできたーいや、本当にこの日晴れであの、すごい景色がいいっていうかいやす素敵雲が見えてきたすごーいうわ雲の中に入ってきました いやあ、いいですね。無事にスタートが始まってます。そして、あ空が見えてきてる。綺麗ちっちゃい飛行機の方がね、こう動いたりする。ね、そうするとその、飛んでる習慣があのすごいドキドキしますね。な何歳になっても飛行機のこ、ね、最初に飛ぶ瞬間は私にとって最高に楽しいですね。だから、できるだけ窓席。 に、あの、私は座るようにしてます。もう、そうしないと。で、うんと、こうやって、飛んできて、飛んできて。うわ、景色が本当に綺麗。綺麗だ。うん。そして、私です。 私はずっとこんな感じでしたうん飛行機に座って日本人なんかすごいのが飛行機乗ってる瞬間から寝たりする人いるんですけどなんか私そう簡単に眠れなくてなんかちょっと羨ましいでもねそこがねすごいのは携帯充電できるんですよで旅するとねあの携帯の充電器が一番心配だったので こうやって飛行機の中充電できるのはすごいポイントが高めでした。あとチケットもね、そんな高くないんですよ。で、あとね、あの、足のスペースも、あの、私にも十分でした。なんか、全然狭くないっていうか。あと、あの、さっきも言ったんですけど、あの、椅子がすごい座り心地がいいっていうか、 あ、キットカットもらいました。なんとピカチュウの飛行機が飛んでるらしくって、すごい気になってます。私もこのピカチュウの飛行機一回乗ってみたいですね。で、ピカチュウの飛行機がキットカットとコラボしたっていう。私はキットカットを食べます。いただきます。うん、おいしい。ニャン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 。 なんかチョコもらえるのも嬉しいです。なんか飛行機によってはね何ももらえないところもあるので、にゃン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 。ここでチョコもらったのはすごく嬉しかったです。あとコーヒーももらってきました。コーヒーの中にもちっちゃなスカイカフェというマークがついて、かわいいですね。うん、コーヒーを飲んできました。にゃン。 <laughs> そしてコーヒーを飲むと。にむくならないっていう <laughs> まあでも、お、う、い、ん、しいおいしい。コーヒー、コーヒー。チョコを食べて、コーヒーを飲んで。これは良い飛行機の体験ですね。そして、チェック、チェック。ああ。 ああ、そう、なんかだんだん天気が、なんかこう、北海道に近づいてくると、なんかこう、雪になった。ちょっと寝てるようなふりしてますが、本当は寝てないです、うん。全く寝てませんでした。ちょっとだけリラックスしてるっていうか、そういうリラックスしてる自分なんですけど、いつの間にか夜になってきました。そしてね、そこからなんですけど、なかなか、 北海道の首都西空港には到着せずずっと空港の近くでうるうるしましたなんか混み合ってるらしくってでそしたらまったりまったりまったりしててうーんでもなんか面白いのは北海道に入った瞬間から雪がなんか雪の中の飛行機が飛べるのはなんかすごいなと思ってうわー あとちょっと、あとちょっとだ。夜でもなんか光っててかっこいいですね。うわあ、バン落としてすごい。うわあ、無事だなあ。あとちょっとうわかっこいい。何歳になっても飛行機はかっこいいと思ったらいいね。お願いします。飛行機が好きです。私は飛行機がとても好きです。飛行機は楽しいのです。うん。 うーんね、こうやって飛行機がだんだんゆっくりになってきて「うーん北海道に戻ってきました嬉しいですねよかったらいいねお願いします」「無事に戻れて安心しました」と思い込んだらよかったらいいねお願いしますそして道を作るためにこういうすごい機械が動いてました。 うん、かっこいい。キュキキュキの頑張る。シト空港。すごいかっこいい。うん。かっこいいかっこいい。なかなか見たことない風景ですね、空港で。うん。いやあ、飛行機乗れて楽しかったなと思ったら、いいねお願いします。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。 いやーそしてですねうーん飛行機がだん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 なんかもうあとちょっとだあ空港が見えてきましたすごいそれでですね、まあ、もしチャンネル登録してない方がいたら是非チャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたしますうん一緒に飛行機旅してとても光栄でした 一緒に飛行機乗るの嬉しかったです。よかったらチャンネル登録お願いします。右側の下のボタンにこう、ね、クリックするとたくさんいろんな動画が出てくるのでよかったらこれからもどうぞよろしくお願いしますいや。今日は最後まで見てくれてありがとうございました。